こんにちは、宇治天然温泉源氏根です、これは何かというと、当店特製紅屋弁当についているナムルですね。なぜナムルなのかというと、こう当店は、和漢豚菜といって和食韓国料理を、豚をコンセプトに出すっていう風になっているからですね、和食韓国料理両方とも味わっていただくっていう風になってます。これが、当店の紅屋弁当の3月のセットになってますね。季節、月によって内容が変わるんですけど、タケノコの和え物、八寸、赤貝ですね、赤貝の煮た和え、酢味噌で和えたやつを作り、牡蠣の磯辺揚げと天ぷらですね、でナムルという風になってます。こういう風に本当豪華至れり尽くせりな内容なので、ぜひ来たらこの紅屋弁当を頼んでいただけたらと思います。以上です。失礼いたします。